おはよう、ユウ。おはようございます。すいません、あまり出歩かないでくださいとのことです。ワネはそう言っていたのか。あ、いえ、あの方ではありません。お姉さんたちの教育をしている人が影響が出るからほどほどにと。ああ、なるほどね。それじゃここにいるとするか。ユウもここにいるのか。はい、ここは私の部屋ですから。なあ、そうだったな。まずは単音でまっすぐな音を出すことから始めます。こうして低音部では高校を狭く、高音部では広く。はい、顔面の力は抜いて、ベンド、音を曲げたりせず、ミュート、音をかすれさせたりもしないで。そう、そうです。ビブラートもかけずに吹くんです。Thank you.
エリチ、ちょっといいか。ん？なんだ？ユーンのことだが。ああ。彼女を引き受けようという人間が出てきた。ん？先方は教育されていない子供を欲しがっていてな。今この家で該当する子はユーンしかいない。それでユーンはその人間のところに。いや、普通なら断るだろうが、今回は少しためらっているのだよ。なぜ？こんな注文はこちらとしても初めてだ。普通なら断る。だがその人物は自分にとって重要な顧客でな。少し融通を聞かせないといけない。なるほどな。だから今回はユーンの判断に任せてみるかとも思っている。彼女なら、今の彼女なら何が正しいか、今自分が置かれている立場がどういうものなのか、それが分かるはずだからな。だがそれは少し酷だな。残酷でない人生などないさ。だがこれもそれも人生の半分以上を終えた者のざれ言だ。今あの子にかける言葉ではないな。ユー、聞いていたのか。分かっているだろうか、お前は。分かっています。そうか。少しだけ、いえ、今夜だけ考えさせてください。なあ、まだ時間はある。ゆっくりと考えなさい。はい。エリチ、ユーンを頼んだぞ。なあ。エリチェさん。ん？私、多分エリチェさんが好きなんだと思います。あなたと初めて出会ったのはあの猫の時でしたけど、私はそれより以前にエリチェさんを見ているんです。ポンテベッキオのあの2階からワーニャさんのオフィスに出入りするあなたの姿を時々。なあ。あなたは最初とても寂しい目をしていて、私はそれが怖かった。
怖い？はい、とても怖かった。なぜって、それは私が時々鏡で見る自分の目にそっくりだったから。絶望しかけている自分のあの目に、うん、だけどあの猫と一緒にいる時のあなたの目はとても優しかった。あれがきっとエリチェさんの本当の目だと思ったんです。違いますか？自分ではわからないさ。私にはそう思えました。思えたんです。あなたは本当は心の優しい人。それはここに来てからのあの温室で出会った時の会話でもわかります。あの時の言葉は私を思って言ってくれた言葉でしたね。私はあなたになら何でもしてあげます。私にできることなら何でもしてあげます。私にあげれるものがあれば何だってあげます。でも私には何もありません。俺は何もいらないよ。あなたならそう言うと思ってました。ユン、君は何を言いたいんだ？私にあげるものはありません。だけど一つお願いを聞いてほしいのです。なあ、一緒に今晩だけ隣にそのベッドで隣に寝かせてください。一緒に？はい、一緒に。どうですか？構わないだが、なんでまだ？わかりません。ただちょっと一緒に寝たいと思っただけです。わかった。狭くないか？いえ、大丈夫です。そうか。ユン、泣いているのか？はい。悲しいのか？はい。もっと泣けばいい。誰だって誰かと別れるのは悲しいものだ。エリテさんもですか？誰だってそうさ。情けないけどな。
エリテさんは情けなくなんかないです。情けないのは私、自分で生きることを決めることのできない私なんです。せめて今は泣いて眠るといい。エリチェさん？ん？私、あなたと一緒に行きたい。忘れてください。おはよう、ユン。おはようございます。ユン、それは？これはレバーペーストです。私は貧血気味なんで。ああ、なるほど。うまそうだな。あ、一つ食べますか？そうだな。一つもらうとするか。
これはうまいな。そのありがとうございます。これは昔母が作り方を教えてくれたものなんです。私にはこれしかできませんが。うまかったよ。これなら毎日でも食える。ありがとうございます。エリチェさん、あなたに。捜査令状とか言っていて、もうすぐ中に入ってきます。今はお姉さんたちが何とか止めていますが。なあ、迷惑をかけるわけにはいかない。出ていくよ。出頭するんですか？いや、俺は何もしていない。ここはとりあえず裏から逃げることにする。さっき見ました。裏にもやっぱり人がいます。なんとかするさ。これでも一応裏の世界で生きている人間だ。ダメです。そんな足で逃げられるわけありません。あ、ごめんなさい。ないと思います。よ、心配するな。俺はちゃんと逃げるさ。そしてまた会いに来てやる。どこにいても必ずな。ダメです。ダメなんです。ユン、私と一緒じゃなきゃダメなんです。私、嘘はつけません。ユン、私と一緒に逃げてください。それはダメだ。自分一人ならなんとかなるが、
君を連れて逃げることはできない。いいえ、裏口の見えない場所に誰も知らない古い下水道への入り口があります。そこからなら多分誰にも知られずに逃げることができます。だからだから私を一緒に連れて行ってください。お願いします。お願いです、エリチェさん。私にはあなたしかいないんです。いいだろう。いや、一緒に行こう。お前の人生は俺が引き受けてやる。ポリフェ姉さん、ポリフェ姉さん、ユウちゃうんだね。その人に決めたのね。はい。ユウ、これはあなたが決めたことよ。あなたが、あなただけで決めたこと。それはとっても大事なことだわ。あなたは臆病で泣き虫だったけれど、今日からは変わらなければいけないのよ。あなたにできる？ポリフェ姉さん。ほら、また泣いてる。泣いてないです、嬉しいんです。そっか、それならいいわよね。ポリフェ姉さん。一緒に過ごした期間は短かったけれど、あなたは私の妹だったわ。それを忘れないでね。いいえ、あなたが忘れたとしても私はいつまでも忘れないから。姉さん、私も。
エリチェさん、私があなたたちを逃がしてあげます。ついてきてください。もうすぐ刑事たちが中に入ってきます。今は私たちが彼らを止めますから、その間に裏口の下水道から逃げてください。場所はユンが知っています。いいんですか、ポリフェネーさん。姉さんに任せておきなさい。エリチェは一人の女の子を連れてどこかに逃げたそうだよ。ワーニャのところの？そうらしい。警察があの ROS の隊長殺しに関してエリチェに目をつけてきたんで、彼はその女の子の誘導で地下に潜ったらしい。地下？下水道だよ。ここら辺は昔からいろいろ残っているからな。古いのもあれば新しいのもある。それで迷路のようになっているからな。じゃあもうここには？いや、どうだろうな。戻ってくるかもしれない。だが奴は自分の居場所を見つけたのかもしれないな。何センチメンタルになっているのよ、パレルモ。いや、あいつがそんな風に完全に他人のために行動するところなんて見たことなかったからな。いつもしっかりと自分と他人とを区切っていた。それはやはり奴なりの優しさなんだろうが。人間、居場所なんてどこにだってあるわ。それは思い込みの一つ。自分が地球の中心に考えろなんて言わないけれどね。シエナは強いな。違うわ、あなたたちが弱いのよ。そうかもしれん。まあ、彼の部屋はいつ彼が帰ってきてもいいようにしておいてあげましょう。あ、もしかしたらもう一人住人が増えるかもしれないしね。そうだな。D5。 ビショップ B3。 ナイト BD7。 ED5。
CD5。C4 D4 ナイト C5 ルーク E7 また負けちゃった。なんで勝てないのかな。それはシンプルに言うと、お前が弱いからだな。それはそうなんですけども、アランさんは言い方がきついと思います。知らん。それに負けた理由は自分で探すものだ。チェスは負ける理由を探すゲームでもあるからな。負ける理由が分かっていればそれを回避すればいいだけの話だ。言うのは簡単なんですよね。何か言ったか？いえ、何も。ま、確かに言うのは簡単だな。だが言わないと何も始まらない。わかるかい、T？ わかりますよ。ちゃんと聞いていたんじゃないですか、アランさん。まあ練習あるのみってことだ。俺は疲れたから今日はもうやらないが。そうですね、私も疲れました。ちょっと散歩してきますね。いいお天気だし。ああ。